はい、皆さんこんにちは、モンガーです。今日はですね、こちらの歌プリミニポストカード付きトレーディングクリアチケットファイルで、これなんだ、これグレートフルホワイトデーアナザーショットバージョンってあるんですけどちょっとこのシリーズ初めて見たんですけど、このキービジュアル、よいしょ。とりあえずね、まあいつも通り星野が翔くん、あとねレイジくん、マサトとかかな。あと、時はも欲しいですね。はい。あと、アイちゃんとかね。このあたりを狙っていこうと思います。ですね。で、最近あったこととしてはですね、ウトプリのチケット、先行一時が、まあね、ダメだったと。で、今、二時に応募してるんですけども、おそらくダメな上に、今のこの、世間の流れ的に、中止になりそうなんだよね。だから、当たっても喜べねえっていうのがちょっとあるんですよね。まあ、多分おそらくダメでしょうね、あれ。4月18、19までに収束するとは思えないんで、まあ、おそらく中止でしょうって思ってます。はい。それではですね、ちょっと待ってよ。ちょっとちっちゃくするか。よいしょ。ほい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 。じゃあ、この3つね、アニメイトで買ってきたんでね、これを開けたいと思います。これ開けるとこう、ないのか。上これ切ったらさ、これしかもポストカードってさ、これさ、クライファイルとペアになってるのかな、キャラクター。とりあえず1個開けてみるか。ショーク当たるかな。お、いけるいける。じゃあ、いきますね。いや、これは、アイちゃんじゃない？イェーイ。3番目の仕方です。そして多分おそらく、あ、ペアですね、やっぱりこれ。やったぜ。あ、ちゃんとイメージカラーの紫になってますね。あ、裏は？あ、裏はこれか。はいはい。まあ、こんな感じですね、こんな感じ。はいはいはい。よいしょ。いいっすね。とりあえず欲しかった、3番目に欲しかったやつが当たったと。よいしょ。じゃあ、これはこっちの置いといて。じゃあ、2個目いきますか。あと、マサとか翔くんが欲しいんだよな、できれば。まあ、被んなければいいっちゃいいかな。ちょっとチラッて見るか。翔くんだったら、金髪が来るのよね。あ！これ誰？あれ？来たんじゃない？来てなかったわ。あ、でも、全然。音屋ですね。はい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 。よいしょ。で、音屋は当然赤っていうか、まあオレンジかかったですよね。赤。はい。はい。あ、ちゃんと裏もさ、あ、ですね。ここのところもちゃんと紫で、こっちは赤になってますね。かっこいいね。さすが主人公。はい。じゃあ、ラスト。被りだけやめてね、マジで。かぶってはいないね。かぶってはいないよ。誰？セシルか。セシルだ。おお。めっちゃ緑。これ、たださえさ、イメージカラー緑だからさ、めっちゃ緑色なんだけど。すごい。すげえ緑だな。はい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 。まあ、ショーク当たんなかったけどね、もう欲しかった。キャラ当たったし。まあね、基本俺全員好きなんでね。嫌いなキャラっていうのがいないんで、当たってるよ。はい、というわけで今回当たったのは、ミカゼアイ、イットキオトヤくん、アイジマセシルくんですね。はい。このさ、ブローチさ、わかる？この、これ販売してほしいんだよね、これ。これあんのかな、ふっとして探したら。これ、発売されたらさ、ちょっと待って。見えねえな。ブローチ見えねえ、このパッケージ見ても。翔くんの、でもピンクか翔くんだったらちょっとつけれねえな。音屋とかいいっすよね。赤だったらかっこいいし。紫もいいっすね。愛ちゃんの。はい。というわけで、まあこんな感じですね。よいしょ。最近ね、お金使いすぎてやばいんですよね。パーマかけたりしたし、パーマで8500円とかだったからな。よいしょ。まあ、歌プリ3月20が確か、ん？ 20 か21かに発表されるんですけど、まあ、ねえ、まあ、
クリライ多分ダメでしょう。ダメでしょう。はい。またね、近々ね、グッズ発売されたら買いたいと思います。よいしょ。まあ、これ多分、タイトル的に多分ホワイトデー向けのね、商品だと思うんで。よいしょ。これさ、俺の目的としてはね、これの賞金を当てて、それにチケット入れて、プリライに行くっていうのがね、もう、俺のね、いい感じの計画だったんですけど、まあ無理っすね。はい。それじゃあまあね、なかなか話してもしょうもないんで、こんな感じで終わりたいと思います。これ翔くんめっちゃ欲しいんだけど、翔くんとまさとが欲しい。まあまあまあ、しゃあないか。はい、じゃあよかったらね、またね、時々ね、こういう歌プリ動画上げていくんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。歌プリのね、友達もできたらいつかいいっすね。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。